みんな今日も一日お疲れ様。一日頑張って最後にストレッチまでしに来て本当に偉い。夜一回やっただけで明日の自分はもっと可愛くなる。ストレッチ一緒にやっていこう。まずは両膝を持って股関節を打ち回し。今動かしているこの足の付け根ってすごくいらないもの、老廃物が溜まりやすいんよね。やけんしっかり流してあげるためにしっかりゆっくり回していく。みんなの綺麗な足が水分とかむくみで埋もってたらめちゃくちゃもったいないやん。しっかり全身流してあげてね。一番可愛い自分で明日を迎えよう。次のストレッチまで5、4、3、2、1。 OK。 はい、次外回しするよ。スタート。ポイントはゆっくり大きく深呼吸。いいよ、できてる。寝る前にこのストレッチをしたら何がいいかって、筋肉がほぐれて全身勝手に痩せる体になるんよね。筋肉だけじゃなくてね、心もほぐして自分甘やかしタイムをしていこう。いつも頑張ってくれてるのはね、体だけじゃなくて心もやけんね。心と体どっちもほぐして一石二鳥。次のストレッチまで5、4、3、2、1。 OK。 次は足を下ろして伸ばしてコマネチ。スタート。足の付け根を下から上に、下から上にってゆっくり流してあげる。ここってね、足のゴミ箱だから、足に溜まってたむくみだったり脂肪だったりゴミだったりが流れてくれるんよね。寝てる間にむくみが取れるってめちゃくちゃ嬉しくない？寝る前やけんね、優しく流してあげるぐらいで大丈夫だよ。みんなコマネチって知ってるんかな？ちょっと古いのかな？次のストレッチまで5、4、3、2、1。 OK。 次はゆっくり手をバンザイして体を右に曲げて左側を伸ばす。スタート。はい、今左側の腰から脇の下が伸びてたら大正解だよ。これやるとめちゃくちゃ嬉しいことがあって、下着からはみ出ちゃうお肉だったり、お腹の横についたお肉がなくなっていくんよね。ちなみにね、夜やるストレッチっていうのは前も出したことがあって、その動画のコメント欄にめっちゃ嬉しいコメントがあったと。なるねえと夜ストレッチを始めてから体重が減るスピードが全然違いますってコメントだったり、スルスル痩せるようになりましたってコメントがあったり、めちゃくちゃ嬉しかった。寝る前のストレッチ最強やね。次のストレッチまで5、4、3、2、1。 OK。はい、次は左に体を曲げて右側を伸ばしていくよ。スタート。最近さ、寝る前のスマホはダイエットに良くないって聞くよね。それがなんでかっていうと、こうスマホから出とる光、ブルーライトが目に入ってくるやん。目に入ってくると睡眠が浅くなるよね。それで睡眠の質が悪くなると、食欲をコントロールしてくれとるホルモンが元気なくなってしまうっちゃん。やけんさっきご飯食べたのに、なんかまだ食べたいなとかいう風になってしまうっちゃんね。だけど大丈夫。なるべくみんながね、スマホを見なくてもいいように分かりやすくアフレコ入れていくね。せっかく今ストレッチしてどんどん痩せる体になってるから、みんなの頑張りが無駄にならないようにしたい。次のストレッチまで5、4、3、2、1。 OK。 次は前もも伸ばし、右足からいこう。右足曲げてスタート。はい、深呼吸忘れてない？ゆっくり鼻から吸って、大きく吸って、ゆっくり口から吐く。上手。まだ全然余裕があるよって人は、足の裏を手でもみもみしてあげたらめちゃくちゃいいよ。足の裏って全身につながってるツボがいっぱいあるから、全身のね、血の流れだったりリンパの流れだったりを良くしてくれる。次のストレッチまで5、4、3、2、1。 OK。 はい、次は右足を戻して左足を曲げて左側の前ももを伸ばしていこう。スタート。夜のストレッチね、なるべく毎晩するようにしてるんだけど、特におすすめなのが大事な日の前日とかデートの前日はもうめっちゃおすすめ。大事な日に足はむくんでるし顔はパンパンやし、これからデートなのにってなりたくないやん。大事な日はすっきりしてたいし可愛いって思われたいよね。このストレッチ体だけじゃなくて顔も入ってるから、やるとやらないじゃ次の日のコンディションが全然違う。一番可愛い自分で明日を迎えよう。次のストレッチまで5、4、3、2、1。
1 OK。 次は左足を戻して右足を反対側にグッと倒してお腹をねじる。スタート。右手を大きく回すよ。手を上げる時に大きく吸って、下げる時に吐く。はい、鼻から吸って大きく大きく、はい、吐いて、はい、吸う時に脇までしっかり伸ばして、オッケーオッケーオッケー、吐いて、手を上げる時に脇もグッと伸びるようにすると二の腕も痩せるよ。次のストレッチまで5 4 3 2 1、 OK。 はい、ゆっくりリラックスして体勢変えていくよ。次は右足を元に戻して左足をグッと倒してお腹をねじって左手を回していく。スタート。頭の中はいいこと楽しいことでいっぱいにしよう。嫌なことが続いたりしんどい夜が続く時ってあるよね。それってね、いいことが起こるまでのカウントダウンがもう始まってるってこと。いいことだって長く続かないように、悪いことだって長くは続かない。最近しんどい夜が続いてるって時は大丈夫。いいことが起こるまでのカウントダウンもう始まってるから。いいことが続いてる時はいいことをいっぱい楽しんで。次のストレッチまで5 4 3 2 1、 OK。 はい、体を仰向けに戻して次は耳を回していくよ。スタート。耳タブをつまんで引っ張りながら後ろに回す。耳の下ってね、いっぱいリンパたちがおるんよね。やけん引っ張ることによってそのリンパたちを緩ませてあげる。そしたらね、よいしょよいしょってどんどんいらないものが流れていってくれる。これね、リフトアップ効果もあって明るい表情にしてくれるから、デート前にトイレでちょちょってやるのもおすすめ。表情が豊かな子ってモテるけんね。次のストレッチまで5 4 3 2 1、 OK。 はい、次はぐーっと気持ちよく伸びて背伸び10秒一緒にいくよ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、 OK。 はい、全力を抜いてゆっくりお腹の上に手を持ってきて深呼吸5回で終わるよ。ゆっくり鼻から吸って、ゆっくり口から吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、ゆっくり鼻から吸って、ゆっくり口から吐いて、はい、ラストゆっくり吸って吐いて。はい、オッケー、お疲れ様。これでね、睡眠の質が上がって次の日の食欲も抑えてくれる。一番可愛い自分で明日を迎えられるね。おやすみ、また明日ね。